張って攻め込む貴景勝、右をなんとか覗かせようという逸ノ城ですが、右の前回しやや窮屈です。貴景勝左から押っつける。しかし逸ノ城が止めました。さあここから貴景勝手返し崩れません。足が出るのが早かったのではなくて攻めるのが早かった、ね、そうですね、はい、あそこはもうじっくりいく。そうですね、私だったらもう少しですね。あと勝ったのは貴景勝です。中日勝ち越しを目指す貴景勝ですが、逸ノ城に捕まってしまいました。協議が終わりました。伊勢ヶ浜審判長がこれで乗っていきますね。そうですか。